A.C. モンツァは、イタリア・ロンバルディア州モンツァを本拠地とする、プロサッカークラブである。2021から22シーズンは、セリエ B に参加している。1912年9月1日、プロモンツァとプロイタリアという2つのクラブが合併して、創設された。2014から15シーズンは、レガプロに所属し、財政問題で、勝ち点6を剥奪されながらも15位で終え残留を、 かけた、プレーオフに勝利した。ところが、翌シーズンのリーグ登録の要件を満たせず、セリエ D への降格処分が下された。2015年7月2日に、イタリア人実業家のニコーラ・コロンボがクラブを買収し、AC ・モンツァブリアンザ1912から、現在の名称となった。2018年9月、全イタリア共和国首相にして、 AC ミランのオーナーでもあったシルビオベルルスコーニが株式を100%取得、クラブを買収したことを発表した。買収額は250万ユーロ前後と報じられている。クラブの体制はベルルスコーニがオーナーに就任、引き続きニコーラ・コロンボが会長として留任し、最高経営責任者には元 AC ミラン CEO でベルルスコーニの副審であるアドリアーノ・ガン・リアーニが 招平された。十、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。十、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。十、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。